4月の高配当銘柄についてお伝えいたします。この動画は雑誌やネットで高配当という言葉を見かけて、釣られて買ったら大損したというコメントをいくつもいただいたことで作成しております。高配当株は当然ですが、その配当を狙って買う人が多い株です。配当さえ取ってしまえばあとは用なしと権利落ち日に売る人が多いため、実際は配当金以上に株価が下落し、損をすることがあります。ここではまず、利回りの高い高配当銘柄をランキング形式でご紹介し、その後、続いて株価の下落を考慮すると、どの程度の損益になるのかをお話しいたします。まず、4月権利付きの高配当銘柄のランキングから。まず、21位から36位まで。下位ですので、かなり低い年間配当利回りです。2% にも届かない状況です。次に11位から20位まで。ここから年間利回りが 3% 台が登場してきます。そしてベスト10です。1位のノバックでも 4% 台ですので、4月はそれほど高配当というわけではありません。ここからがこの動画でお伝えしたい真意です。ここ3年ほどの傾向だと思うのですが、高配当株が権利落ち日にやたら暴落しています。この傾向はどんどんひどくなっており、今では配当以上の損失が出る事態に陥っています。中にはストップやスイングあるものまで発生している状況です。これは3年前、コロナが発生し、テレワークなどで株式投資をする人が増えた時期と一致します。おそらく株式投資の経験の浅い方々が、高配当という言葉をネットで見かけて、配当だけもらえれば OK といった安直な考えで配当株を買い、配当権利を取ったら翌日売るという行動を始めたからだと思います。特に最近、高配当を謳ったネットメディアがやたら増えていることも、こういった傾向を助長しているのだと思います。この件では、読んでもらえれば OK、 あとは知らんという姿勢で、高配当株という言葉を客寄せ判断して素人を食い物にするネットメディアの功罪は大きいと思いますが、高配当という言葉にくれぐれも乗らないよう、これから高配当株の損失リスクをご説明いたします。配当を取ったら翌日売る人が多いので、株価は大きく下落し、実際の利益は配当金そのままではなく、配当金引くこの株価の下落になります。そこで、この株価の下落での損失を昨年の株価データから算出して、配当金から差し引くことで実際に得られる損益をシミュレーションしてみます。去年と今年で配当条件や株価が同じというわけではありませんので、あくまでシミュレーションですが、12月から動画で検証しているように、だいたいシミュレーションと実際の検証結果は一致します。まず20位から11位まで。昨年の権利付き最終日の終値と、翌日、権利落ちの寄値との差から、失礼いたしました。こちらは終値ですね。権利付き最終日の終値から、昨年権利落ち日の寄値を算出し、この、差から株価変化を算出します。これを次回の配当から差し引くことで実質利益を算出しています。結果は10銘柄中8銘柄は配当割れを起こして損をするという結果です。そしてベスト10。シミュレーション上はやはり10銘柄中6銘柄が配当割れをする計算です。4%、5%といった結構大きな損失が予測される銘柄もあります。これらについては、デイリーの動画の中で実際の
結果を入れて検証していく予定です。ご参考としてこれまでの検証結果をお話しいたします。これは12月の結果です。12月の配当銘柄について検証した結果は、このように30銘柄、ほぼ全滅という結果でした。1月も18銘柄、ほぼ全滅です。利益が取れたものでも最高で 0.77% でした。これは2月の結果です。2月も10銘柄中7銘柄が損失で、最高でも利益が得られたのは 0.57% でした。そしてこれが3月の結果です。結局利益が得られたのは8位から10位までの3銘柄だけ。しかもその利益率は最高でも1%に満たない0.98%です。上位7銘柄は全滅しました。配当口での株価下落はこの先何年もホールドする人にとってはあまり関係のない話かもしれません。もちろん何年もホールドするにしても突然の減配や無配といったリスクはあります。しかし短期的な配当利益を狙うのであれば、高配当という言葉に惑わされるのではなく、配当落ちで発生する株価下落での損失を事前に考慮することをお勧めいたします。配当株、特に高配当銘柄では単純に配当取りを狙うだけでなく、権利付き日までの上げを狙う、配当落ちでの下げを狙うなど、様々な考え方があります。ネットでの高配当という言葉に惑わされず、必ず昨年のチャートを見て、どれくらい利益が取れそうなのかを確認することを強くお勧めいたします。4月の高配当株についてお話しいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。